今日はフラワージェットのせこい使い方を試してみようかなと思います。これが売っているフラワージェットの空拭き用のマット、それのベースを外して、ここに市販で売ってる、安く売ってる空拭き用ウェットのクイックルワイパーみたいな、それよりもっと安いやつをこうつけて、これを両面テープでつけて、果たして動いてくれるかを実験したいと思います。果たして成功するでしょうか、どうなんでしょう。普通にね、買えばいいんでしょうけど、こういう実験も大事かなと思ってやってみます。交互期待できました。両面テープを2つ貼って、そこにアイロボット専用の紙をつけてみました。これがくっつくかどうかやってみます。こんな感じでフラーバをやる前は、うちは椅子を全部上げて、扇風機も全部上に上げます。はい、そうです。床には何もないようにしまう。上に上げることによって、ここに溜まったホコリも取ろうっていう気になりますよ。さて、さっき手作りした両面テープでこう止めて、安いクイックルワイパーをつけてみたやつをつけてみます。果たしてつくか。スライドして、お、紙が合ってるんでつくことはつきました。果たしてこれ、こんなゆるゆるですけどできるか、やってみたいと思います。よし、こんな感じで、今日は空拭きにしたいので水は抜きたいんですけど、ここで抜いていいのかな、ちょっと私まだやっていきたいと思います。はい、押してみます。動くかな。動いてくれました。動いてくれましたが、これやっぱりちょっと手作り感が出ちゃってるかも。ちょっと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 、ん、考えてる、今考えてるだけです。いや、やっぱりモップが手作りモップだからちょっと歪んじゃってるかも。ほら、こっちが外れてる、もうすでに外れてるかも。ふわふわだ。ママが作ったの？ちょっと動きが鈍くなって、ずっと同じ動きを同じところで何回もしちゃってるかも。やっぱりモップがずれてきちゃって、車輪に挟まっちゃって、
多分本来の動きを発揮していないかもしれないですね。挟まってる。これいけないみたいな。ここに。はい、止めまーす。なんで止めちゃう？リモップだから。外れて挟まって本来の動きを発揮することができませんでした。なので本来のモップに変えます。はい、取ります。針を重ねていきたいと思います。今日は市販品のやつの方が断然いいっていうことが判明しました。車輪に両面テープで貼り付けた場合は擦っていることによって剥がれて車輪に挟まるという、開始のものの3秒ぐらいでダメでした。はい、これが従来のグラーバのモップです。これを入れて今日はきれいにします。はい、取り付け完了。やっぱり全然動かないです。はい、やってみます。あれ、エラーだったんですかね。あれ、まさかの、まさかの何これ。赤いやつは何、充電切れてる。赤いボタンが消えないので充電して再度チャレンジしたいと思います。きゃー、掃除してもらいながらお出かけしたかったのに、チーンです。さっき手作りのやつで作ってしまったし、タイヤにクイックルワイパーのリップも挟まってしまってました。これが原因だった。あと今充電してるんです。充電途中だったんですが、ちょっと掃除してほしいので入れちゃいました。あ、ぶつかっちゃった。やっぱり動きもスムーズです。やっぱり市販品にはかないません。さっきここでねずっと動かなかったんですけど、ちゃんと掃除してくれてます。さすがです。メモリになったの？なってないけど分かんなくなっちゃうからダメ。はい、はい、じゃあでは行ってきます。お願いします。お願いです。また元の場所に戻る、充電が残っているといいんですが、端の方までやってくれてるね。うん、ここもやってるよ。お願いします。はい、帰宅しました。なくしたらちゃんと元の位置に戻ってるってことは、床拭きが終わっているっていうことです。綺麗になったか。でもいない間に掃除してくれるってことは嬉しいことです。ありがとう。汚れを見ると結構汚れてましたね。ありがとう。